はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで、今日もですね、100円ラジオやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、まあ今週もいろいろありましたね。でも一番覚えてるのっていうか、一番印象的だったのは、まあサンズを撃退したことでしょうかね。まあサンズっていうのは、私がプレイしていたアンダーテールっていうですね、まあ PC 限定のまあゲームなんですけど、それで出てくる、まあ、最終ボスみたいなやつなんですよ。骨のね、外見すごい弱そうな普通の骨のやつなんですけど、めちゃくちゃ強いっていうやつで、まあ合計そうですね、3週間ぐらい使ってずっと戦ってたんですよ。でまあ YouTube の生放送で結局4時間ぐらいかかって、倒すことができました。当初ね、一緒にいて、まあ、付き合ってくださった皆さん本当にありがとうございました。おかげで倒すことができたということでね、気持ちよく今週1週間も始められるような気がします。そしてついに別なゲームを始めることができるっていうね。何やろうかな、生放送ちょっと考えておきますけど、ちょっとぬるいゲームやりたいですね。きついゲームがだったんで、前回はうちの弟も今回一緒にいたんですけど、生放送やってた時に、お兄ちゃん次もっと難しいゲームやんなきゃねとか言っていて、お前ふざけんなよとか言ってね、二人コントやってたんですけど、まあまた次回もね、来週の金曜日、また土曜日の午後1時2時ぐらい生放送するんで、またもしよかったら来てください。ということで、まあラジオ始める前にいくつかニュースを話していきたいと思います。一つ目はですね、デッドライジングシリーズのカプコンバンクーバーがアンリアルエンジン4採用、新作の開発スタッフを募集してるということで、まあデッドライジングって今までに3本出てるんですよ。でそのうちの1、2本は、日本の方で開発確かしていて、で3番目だけをですね、このカプコンバンクーバースタジオ、まあ、カナダですねの会社がまあ担当していたと。で XBOX ONE だけで発売されてたんで、ちょっと日本では知名度が低いかもしれないですが、なかなか面白いゲームだったんですよ。でまあ今回も前作と同じで、まあゾンビがいっぱいこうわらわらしてる街の中に主人公がまあ行って、いろんなこう人間、まだ人間ね、ゾンビになってない人間たちをまず救出すると。でたまにはこうちょっと頭のおかしい人たちがいて、その人たちがですね、凶暴化してるんで、それを倒したりとかするんですけど、まあ、なかなか面白くて、自分も実況させていただいたんですけど、まあ、今回その、まあ、会社が、まあ、多分デッドライジング4を作ってるんじゃないかなっていう噂までの話なんですけどね。まあ、その募集項目にはオープンワールドであり、サードパーソンであり、アクションゲームであり、オンラインプレイもついててっていう、まあ、キーワードが入ってるんで、まあそれ見た人が明らかにデッドライジングの続編じゃないのっていう風に言ってるんですよね。まあここでもまたこれ言うのすごい気が重いんですけど、もう本当に独占ゲームやめてください。まあデッドライジングってそもそも1って XBOX 限定なんですよ。で2になってプレイステーションでも出て、それでデッドライジング3になってまた XBOX だけになったっていうね。ただね、デッドライジング1とかWii とかでも出てるんですよ、後になってね。いや、Wii に出す前に PlayStation 3に出せよって言ってんだけど、まあね、どうなんですかね。このゲーム機の戦争はいつまで続くんだ。困ったもんだ。ということで、一つ目のニュースでございます。二つ目、Steam 版弾丸論破希望の学園が、PC で出るんじゃないかという話なんですけども、まあ、弾丸論破といえばプレイステーション、ポータブル、プレイステーションビータで、まあ、発売されてたゲームだと、今年かな、続編がプレイステーション4とビータで出ますよって確かニュースになってたと思うんですけども、まあそんな人気の作品の第1番が、まあ、Steam で出るんじゃないかと。まあこの元々の記事の発端は、なんかスパイクチューンソフト海外向け公式ツイッターでですね、蒸気に包まれた弾丸論破のモノクマっていうキャラクターがいるんですけど、そいつがツイートでこう出されてて、でなんかね、こんなコメントが書いてあるんですよ。生徒の皆さん、弾丸論破希望の学園と絶望の高校生が水蒸気に包まれつつありますと。もともと Steam っていうのは水蒸気って意味なんで、PC 出るんじゃないのということですね。
まあこの一連のいろんなゲームが PC に流れてくる流れ、自分的にはそんな嫌いじゃないんですよ。まあいくつかあのメリットがあって、まあ、要は PC 版のゲームって基本的にコンソールのゲームよりも安くなるのが早いんですよね。特に Steam なんていつもセールやってるんで、かなり安くなります。例えば、まあこれ Steam ですけど、マッドマックスっていうゲームがあったんですよ。もうね、黒歴史でこのゲームの話すらしたくないんですけどね。まあそのゲームがまあ、アメリカって基本的に6000円なんですよ、ゲーム、新作はね。だけどその日にですね、1200円で売ってたっていう PC 版が、他のサイトでね。そういうことがあるんで、PC 版にいろんなゲームが来るのは自分的には嫌いじゃないです。あとまあメリ、なんですかね、やりやすいかな。プレイステーション4だけのゲームとかだと、もうね、ゲーム機があって、モニターがあって、で、コントローラーがあって、その場で座ってプレイしなきゃいけないんですけども、コンピューターのゲームって、まあノートパソコンがあればね、まあゲームによりますけど、まあプレイできるし、例えば友達の家に行っても、そいつの家に PC があれば別にそれにダウンロードしてプレイできるっていう、なんか、すごい気が楽、どこでもプレイできるみたいなイメージがあるんで、いいですね。これからもいろんなゲームが PC に流れてくればなと自分は思っております。で、3つ目のゲームですね。ザ・ディビジョン、海外クローズドベータが1月28日より、順次公開ということで、このディビジョンっていうのは、まあオンラインが多分メインのゲームだと思うんですよ。まあチームとかパーティー組んでいろんな人たちと戦っていくみたいな、そういうゲームなんですよね。まあこれ、すごい話題になってて、もともと2013年かな、間違ってたらすいません、2013年かなんかに発表されたタイトルで、で、その時デモがもちろん、プレイ画面が流れて、みんなうわーってなったんですよ。画質がすごすぎて。それで、このゲームは神ゲーだと、オンラインだし、みんなとパーティー組んでできるし、画面もすげーってことだったんですけども、今回まあ、また出たんですよね、プレイ画面が。全然ちげーじゃねえかと。最初に出てた画質じゃねえじゃねえかっていうことで、まあ、ちょっと物議を出し、みんなね、出してたんですけども、まあ、今回も UBI ソフトさんのゲームなんですよ、これね。で、これ全く同じ経験をウォッチドックスでみんなしてて、ウォッチドックスも一番最初アナウンスされた時に画質がすごかったんですね。綺麗で、こりゃすげえと。だけど実際発売されたら画質クソだったっていうことでね。もう UBI には何回も騙されてるんで、どうなのかなっていうところちょっとあるんですよ。で、このディビジョンも、なんかね、Xbox One バージョンがすごい特にひどかったらしくて、30フレーム切ってんのかな？安定した30フレームじゃなかったような気しますね。まあ、フレームと画質、まあレゾリューション、そこまで、まあゲームが面白ければ気にならないって気にならないんですけども、でもやっぱいいもの見せられた後で悪いもの見せられるとなんだよってなるから、だったらね、最初からいいもの見せないでほしいなっていうのがこっちの意見ですよね。まあどうなんでしょうかね。まあベータコード手に入ればプレイしてみますけども、まあちょっと、お願いだから、あれですわ。いいものだけ見せようとしないでください。ありのままを見せてください。僕たちに。ということで、3つのニュースになります。ということで、まあ、今日のラジオですね、そうだな、何を話そうかな、まあ、嫁さんとの思い出話でいいですかね。なんかね、その前回、まあ、嫁との馴れ初め話をしてて、で、こうだ、ああだって話してたんですけど、まあ、順番に話すのもちょっとなかなかね、ラジオの構成上的に難しいんで、ちょっと嫁との今日思い出話をいくつかここで皆さんとシェアできたらなと思うんですけどね。それで許してもらえますでしょうか。そうっすね。うち、自分が嫁と付き合った期間っていうのは、確かね、10月ぐらいから付き合い出して、それで、結構早い段、3月とか、覚えてないな。結構早い段階で婚約して、で、6月に結婚したんですよね。だから1年付き合ってないんですよ。ただそのお互い大学生っていうのもあって、で、近くに住んでたっていうのもあって、毎日もほぼ一緒に会ってご飯も作ってみたいなことやってたんですよね。だからすごい
充実して毎日やってたんで、まあ期間短いけど、うん、この人と結婚するんだなっていうの確信は持てたんで、結婚してしまいました。まあ、うちの嫁さんもですね、なかなか面白い、まあ、人で、すごい筋が通ってる人なんですよね。だから、あの、厳しいこと言うんですけど、で、言われた方ははって思うんですけど、でも、後々のこと考えると、ああ、この人はやっぱ筋が通ってるから、ああいうこと言ったんだなっていうふうに思える発言なんですよ。例えば、その曖昧じゃないのかな。まあ当たり前じゃんって言われるかもしれないけど、例えばうちの嫁さんが誰かと付き合ってたとするじゃないですか。で、自分がその嫁さんに告ったって話を確か前回したと思うんですけど、その時にもこうきっぱり断るっていうか、こう、曖昧じゃない、いやもう付き合ってる人いるんで無理ですこう言う、そういうのとか、相手にこう気を持たせないっていうのかな。うん、そういうのきっぱりしてて僕はいいなと思うんですけどね。言われた当時ははってなりましたけど、まあ、そういう性格の人で、うん、他人に迷惑をかけちゃいけないっていうタイプの人なんですよ。でそれは俺にはない、とこなんですよね。俺は基本的にはなんかもう自分の本能のままに生きるというか、そういうタイプなんで、全然正反対なんですよ、うちら二人ね。で、本能のままに生きるって聞いて、多分そうなんだよなってうなずいてる人も多分いると思うんですよね。まあ、特に私と一緒にゲームをしてる人とか、いつも時間通り来ないし、なんかね、アップデートインストールしといてって言ってもアップデートインストールしてないし、みたいなのを経験してる人もいると思うんで、申し訳ないんですけど。まあ、そういうタイプの奥さんなんですよ。で、一番、そうですね、初めてデートに行った時の話をちょっとしたいんですけど、この、付き合う前に実はデートに行ってるんですよ、うちらね。で、これはどうやったかっつったら、そのうちのまあ奥さんがまあ結構その結婚するかもしれないねって言われてた男性とまあちょっと別れることになって、で別れて、で自分はすごいチャンスだと思ってたんですよ。でもなんか別れてすぐにこうデートに誘いに行くのもなんかちょっと行きにくい、だけど誘いたいということで、俺のその仲良かった友達に頼んで、まあ、友達がデートに別な女の子と行きたいと、で一緒に来ませんかっていう流れでお願いしたんですよ。そしたらまあうちの嫁さんが来てくれて、で本当はみんなでこうバスに乗ってワイキキまで行くはずだったんですけど、まあ、ちょっと現地で合流するねってことになって、で俺と奥さん2人でバスに2時間ぐらい乗ってワイキキまで行かなきゃいけなかったんですけど、まあ、そういう流れになったんで2人きりになったんですよ。それで今も覚えてるんですよ、どういう服着てきたか。赤いポロシャツになんかジーパンみたいな感じの格好で来てくれて、それで、まあ、バスで待ち合わせして、まあ、俺はもうすごい胸が躍るというか、もう嬉しいじゃないですか、ね。何年もずっと好きだった女の子とついにデートに行けるってことでバス停でも浮かれちゃって。で、まあ、来て、バス乗ろうね、つって乗るんですよ。でもやっぱり、その、なんかね、信じられないんですよね。自分が夢にまで見た子が隣に座ってるみたいなことで。それで、何話そうかな、つって。まあ、これ皆さん、参考になれば幸いなんですけど、デートのね、あれが。やっぱり相手のそのツボを見つけないといけないんですよね、女の子の。だから自分が得意な分野をその好き勝手話すわけにもいかないわけですよ。例えば自分がすごいゲームがね好きで、ゲームの知識いっぱいあったとしても、そのゲームに女の子興味なかったらいくら話しても向こうドン引きじゃないですか。だからいろんなそのトピックを女の子に振ってみるんですね。それで向こうの反応を見ながら会話をしていくっていうことがすごい重要だと思うんですよ。やっぱ相手の反応をよく見ることなんですよね。それでまあ世間話から入っバスの中で入って、あどうも今日ありがとうございますみたいな、でワイキキはよく行くのとか、まあそんなたわいもない話をしてって、でも2時間もやっぱ話持たないんです。それでなんかまず趣味どんなのって聞いたりとか、で俺こんなことやってるんですよ、
こんなこと好きなんですよみたいな自分の話も混ぜつつ話してて、それで好きな漫画はみたいな話になったんですよ。で意外に漫画がちょっと好きだみたいな話になったのかな。まあそれで、あ、そうなんですかつって、いや僕もすごい好きで今ワンピースっていうのにハマっててつって、それでワンピースの話が始まったらめちゃくちゃその続いたんですよ話が。でワイキキまで多分1時間半ぐらいずっとワンピースの話してるぐらいハマって意外だったんだけど、それでなんかチョッパーってのがいてとかナミってのがいてとかって話になってで、結局あの後日ワンピース の, あのアニメ一緒に見ることになったんですけど2人で、そんなねきっかけがいろいろあって、でまあワイキキ着いたんですよ。それでちょっと早めに着いちゃって、で待ち合わせの時間までちょっとねあれがあったんですよね、合間が。確か映画を一緒に見るって話だったんですけど、でそれでなんかどうするってなって、でこういう時ねすごい自分をアピールする機会なんですよね男性はね。そのこういうなどうしようってなった時にとっさに動ける男性にやっぱ女性惚れると思うんですよ、自分で言うのもなんなんですけどね。でとりあえずまあどうしようどうしようってなんないで、じゃあまあ早いし飯食ってないからマックでも行きますかっつって、マック適当にねマックに行ってマック食って、でなんかアクセサリーが好きって言ってたから、あじゃあアクセサリーをこう自分で作れるとこハワイにあるからそこに行きましょうかとか言って、その場でなんか調べてそこ行って、でなんかこのねこのブレスレットいいですねなんつって、なんかねその時作んなかったんだけど、後日またそこ行った時にお揃いのブレスレット作ったんですよ。今も実はそれ持ってるんですけど、たまにつけてるんですけど、うん、なんかそういうのいいっすよね。でまあなんかそれも終わって、じゃあ映画館行きましょうっつって、アクセプテッドっていうなんか映画見たんですよ。日本で多分ねこんな映画有名じゃないと思うんですけど、まあ映画の内容は要はなんか大学生の話なんですよね。で大学に自分が入れなかったから成績悪くて自分で大学を作っちゃうみたいなそんな話なんですよ。超マイナーな、なんでその映画にしたのか向こう覚えてないけど、なんか映画の中見てて、その映画の中にエッチなシーンがあるんですよね。あれ、ああいうのめっちゃ気まずいじゃないですか。なんかまあ基本的に男ってエッチなんですけど、自分がこう初めね好きな子にはやっぱ自分エッチだっていうのを見せたくないわけですよ。これ俺だけかなこう思ってんの。それでなんかエッチな場面出てきたら、うわ やだやらしいみたいな、なんかやだみたいなそういうアピールを出すっていうか、なんかね映画見終わった時にそんなやつだね、なんかあのシーン嫌だったよねみたいな、かっこよく見せたいからさ。で終わってなんかプラプラモールかなんかしてたのかな。でその後ご飯食べようっつってチーズケーキファクトリーワイキキで行って、で、あもちろんおごるよっつってさ自分がおごってね、でまあそのまま家帰って終わったんだけど、なんか今考えてもすごいストレートなデートだったなと思って、映画見てご飯食べておごって家まで送ってバイバイみたいな。なんかでもいいっすよね、青春ですごい。でうん、そこからまたいろいろ2人でデート行ったりして2人きりで行けるようになったんですよね。でなんかあの時の映画だつまんなかったよねとか言って、じゃあもっと面白い映画あるから見よっかとか言って別の映画一緒に見たりとか、ご飯作りますよっつって、うちの嫁さんは料理できるんですけど、でも料理に時間を使うぐらいだったら勉強に時間使いたいっていうタイプの人間なんですよね。美味しいものじゃなくてもとりあえずお腹いっぱいになればいいからっつって、でうちの奥さん大学生の時にそのひじきに全ての栄養が入ってるととりあえずひじきを取っておけば人間生きてかれるんだってなんか知らないけど言ってて、でそのひじきを日曜日に作っとくんですよいっぱい。で毎日そのひじきとご飯食べるっていう人なんですよね。俺はそういうこと絶対できないんですよ。その俺は美味しいもの食べたいと時間がかかっても、だから勉強よりもうまいもの食いたいってタイプで結構そのいろいろ作ってたんですけど、
で、うちの奥さんと付き合い出した時に、それがそのあまりにも俺から見たらかわいそうで、じゃあもう俺がご飯作ってあげるよっつって、で毎日のようにあのお店行ってか買って、で奥さんの家で、あの、まあ、他にもルームメイトとかいるんですけど、奥さんにもね、あの作ってね、いろいろ作ってよ、ステーキ作ったり生姜焼き作ったり、メロンパンが好きだって奥さんが言うから、それ焼いてあげたりとか、いろいろしてましたね。うん。でもね、その女性を口説くときに、まあ口説くときにっていうか、好かれるときに、やっぱ皆さん本人だけに集中して頑張ろうとするんですよ。で、これがね、大きな僕はミステーク、ルー大柴みたいになってる。間違いだと思うんですよね。女性っていうのは周りの意見をめちゃくちゃ聞くんですよ。周りの影響が半端ない、男が思ってる以上に半端ないんですよね。男性っていうのは例えば女性を好きになるじゃないですか。でもその周りの友達が、いや、あの女やめた方がいいよとか、あいつはちょっとこうなんかね、男関係にすごい緩いから傷つくと思うよとかさ、遊ばれるだけだと思うよとか言われても、男って一回好きになったらもう行くんですよ。痛い目に見るとしても行くんです。周りに影響されないんです、そこはあんまりね。だけど女性っていうのは周りの友達にめちゃくちゃ影響を受けると思うんですよ。思うんですよって言っておきます。ここはね、違うかもしれないんで。だから自分が何したかっつったら、その奥さんの家にご飯を作りに行って、多めに作っとくんですよ、わざとね。で、多めに作っといて、残ったご飯をそこにいるルームメイトにもあげとくんですよ。常にルームメイトに好かれるように気を配っておくんです。そうすると何が起きるかっていうと、自分がそのご飯作り終わって、じゃあねーっつって帰るじゃないですか。そうするとそのルームメイトの人たちが、あの人すごいいい人だねって言ってくれるんですよ。周りの友達もあの人いい人だねって言ってくれるんですよ。それでうちの奥さんも、そうかなってなって、まあ、もっと好きになるっていう心理が働くんですよね。で、たまにそのよく見るのが、もう自分の好きな子にしか優しくしないで周りのやつに意地悪にしてるやつっていうのはかなりね、あの損してると思いますね。で、もちろんね、その本命の人が好きだっていうことをアピールしないでそれやったらダメなんですけど、もうその人のことが好きだよってアピールしといて、周りも自分のこと好きにさせるっていうのが、女性を、その女性と付き合うためのかなりのキーポイントになると僕は思います。参考になれば幸いですけどね。うん、たまにいるんだよね、そういうやつが。やっぱ好かれないよね、そういう子は。あー、だからまあそれかなり頑張ったかな。だ、メロンパンとかも多めに作って、ちょっとどうぞとかさ、バレンタインデーの時とかも、まあ、アメリカって男性が女性にあげたり女性が男性にあげたりとかあんま関係ないんですよね。だから生チョコ作って、でエキストラでちょっと作ってて他の子にも食べてとかってあげたりとか、かなり有効っすよ。で、今その話奥さんにすると、いやあれはすごいあれだったねっつって、みんないいねって言ってたしとかって言うから、ぜひ参考にしてください。まあでもそんな感じで付き合ってましたね。本当にいろいろやりましたよ。こう、いやでもご飯作ってあげたのがかなりプラスだったかな。やっぱりね、彼女もひじきばっか食ってたわけですから、そこにね、お肉とかお魚とか来たら、やっぱご飯作ってくれるってなったら嬉しいと思いますよ。まあうちの嫁さんも作ってくれましたけどね。だけどまあ強いて言えば、それをやったがために、今も、ああ、あなたご飯作れるわよね、ご飯作ってねっていうパターンから結婚してもなってるっていうのが、まああのあれですけどね週末ご飯作ったりとかありますけど、まあでも俺ご飯作るのそんな苦じゃないからいいんだけど、まあ、そんなのがありましたね。付き合ってる中でそのなんか別れそうになったとかっていうのは一回もなかったかな。うん、結構安定していきましたけどね。でも結婚する前でキスしないっていうルールを掲げてたのもありましたね。うん、なんかやっぱりキスは取っときたいねっつってさ、結婚するまでっていうのが
あったりとか、なんかわけわかんないルール自分で決めてたけど、なんかその大事に大事にしてるよっていうのをなんか伝えたかったんですよね。だから結婚するまで俺はキスしないよっていうことによって、要はあなたと結婚したいんですよってアピールをするっていうことじゃないですか、うん、だってキスしたくない男なんてまあいないわけですから、いろ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 こう考えてたな。結婚するまで俺キスしないんだって言うってことは結婚考えてるってことを促すってことですからね。なんかこんな話を公にしてんのも恥ずかしいんだけど、でもそんなあったな。それでまあいろんな付き合いをしててプロポーズついにすることになったんですよね。でどうやってプロポーズしようかなって思って、まあ、アメリカの映画とか見てるとやっぱ男はひざまずいて、まあなんか一言言って、で指輪を指にはめて結婚してくださいじゃないですか。やっぱね、お互いアメリカに住んでるし、やっぱそれがロマンチックだなと俺も思ってたんで、まあその方法で行こうと思ったんですよ。だけど、まあその、なんだろう、いきなり一緒にいて、でいきなりひざまずいて結婚しましょうっていうのも脳がないなと思って、ちょっとゲーム方式を入れたかったんですよね。で、まあ、これ聞いてる人は100円、そこもゲームかよって言うかもしれないんですけど、まあまあ、聞いてくださいよ。まあ、僕たち2人がすごい、綺麗な場所だなって思ってるところがあって、ここでプロポーズしたいなって思ってる場所があったんですよね。海も見えて、で、自然もいっぱいあってみたいなところで。で、そこに普通に連れてくのもあれなんで、ゲーム方式でいっぱい手紙を用意したんですよ。で、その手紙には次のその場所が書いてあるんですよ。例えば、二人が、一緒にこういうことをした場所に次は行ってくださいってそこに行くじゃないですか、嫁さんがね。そうするとそこに別の手紙が置いてあって、で、二人でこう、なんか何とかやった時に、またこういうことをやった場所に行ってくださいって、また、まあ、三箇所、四箇所ぐらいそういうパズルを置いといて、で、嫁さんに来させたんですよね。それで、俺はもともそのプロポーズするって決めた場所でずっと待機してたんですよ。でも一向に嫁が現れないんですよね。何やってんだろうっつってちょっと隠れながらパッて見たら、嫁さんがその俺がいるすごい近くにいるんですけど、次のクルーが見つけられてないんですよ。それでおいおいおいと思ったけど、そこで自分が出てくるのもちょっとあれなんで、ちょっと待機しててずっと見てたんですけど、嫁さんが全然わかんねえと。それで、結局ずっと待ってても、だんだん暗くなってきちゃって、やっとクルー見つけて、で自分がいるとこにやっと来てくれて、でまあ俺が出てって、どうしたのってなって、まあ、そこでプロポーズしたんですけど、まあ感動だったね。やっぱ実感ないんだよね、プロポーズすると。やっぱテレビとか映画で散々見てるじゃないですか、プロポーズしてるシーンとかね。だけど実際自分が、ごめんなさい、実際自分がそれをやる方になると、なんか実感が湧かないっていうか、俺今からプロポーズすんのかっつって、でプロポーズした後も実感湧かなかったっていうか、うわあ俺婚約したんだみたいなね、嬉しかったけどね。まあそれで、まあ結局ね、そこから数ヶ月して結婚したんですけど、やっぱいいもんですね、結婚するっていうのは。やっぱ生活の感じが一気に変わるっていうか、やっぱ自分一人じゃなくなるんで、そうだね、朝起きて隣に人がいるっていうのはなんかビビるよね。今までずっと一人でいたわけだからさ、面白かったけどね。俺としてはすごい嬉しい変化だったけどね、人生に。でそれと同時になんかいろいろまあ悩みも出てくるわけですけど、まあそれは1年ぐらい経った後かな、結婚して。そうするとなんかお金どうすんのとかさ、これからどこに引っ越してどこに住んでとか、子供ができてとかさ、いろいろあるんで、まあそういうのが出てくる1年間前の1年間はすごいなんか楽しいことばっかりでしたね。でもやっぱりすごい貧乏も一緒に共にしてるんで、なんか絆は深まりますよね。当時
その車がないって言って、で車が欲しい、車買う買わないってことになったんですよ。で、俺はもう車買いたくないって言ったんですよね。お金ないし、バスがあるんだからバス乗ればいいじゃんって言って。だけど、バス、ハワイでバスに乗ると変な人いっぱい乗ってるんですよ。なんかもうドレッドヘアのなんかマリファナやってそうな人とか、結構怖いんですよね。それ乗んの嫌だっつって話になって、いやーでも車買うのはなーっつってさ、でそこで喧嘩したりとかあったけどね。もう今はもうよっぽどのことないと喧嘩しないですけどね。昔はでもよく、ありましたね。で、まあ今はもう車も買って家もあってみたいな生活になってくると、やっぱ不自由だったことが不自由じゃなくなってくるわけじゃないですか。今でもたまにそういう昔の大変だった時のこととか話して、ああそんなことあったね、あんなことあったねっつって言うんですけどね。いやーでもいいですよ、本当にいいもんだと思います。だけどやっぱね、いろんなことあると思うんですよね。だから結婚をするべきだっていうことでもなくて、結婚しなくても人間は幸せになれると思うんですよね、僕はね。特に今のこの時代っていろんなものに満たされてるから、まあ、一人でもやっていかれるわけじゃないですか。たまにふと考えますよ。あ、俺結婚してなかったらどうなってたのかなって考えたりするんですけど、それはそれでまた楽しい人生が待っていたような気がします。実際うちの身内にももう結婚しないで、一生独身で生活していくんだっていう人もいますしね。まあ、その人見てるとすごい楽しそうに生活してるんで、まあそれもありなのかなと思ったりしますけどね。まあ、たまたま俺の場合は、結婚っていうのに憧れてたとこもあったし、子供が欲しいっていうのもあったから、今の人生スタイルになってますけど。でも唯一そのアドバイスできることと言ったらあれかな、やっぱり。思い立った時に行動に移せかな。若い時にもう思い立ったら何もですね、後先考えずに結婚すれば、まあ結婚もそうだし他のことすればとりあえずなんとかなるよってことです。やっぱり守るべきもんがない時にいろいろチャレンジするのがベストですね。だから皆さん今何か思い立って、ね、悩んでることあったらもうパッて思い立ってすぐにやりましょう。それをなんとかなりますよ、人生。やっぱり今暗いニュースばっかり世の中にありますけど、だけどもそんな中でもやっぱだったらもう自分のやりたいことやんなきゃ損じゃんって俺は思うんだよね。世の中のそんな制度とかもクソくらいで、まあ、どうにでもなるんだからさ、なると思いますよ。だからいろいろチャレンジしましょう。ということでとりあえず嫁とのお話編終わりです。こんな感じですね。まあ俺もなかなか難しい立場にいるんですよ。いろんな細かいディテール話したいんですけど、話すとうちの嫁さんもこのラジオ聞いてるんで、ちょっと喋りすぎじゃないって話にもなるし、俺だけの思い出じゃないんでね。まあこの辺で勘弁しちゃってください。ということで今日のトップ3。そうだな、今日のトップ3は何かな。好きな果物トップ3なんてどうすか。みんなどんな果物食べてんのかな、日本で。日本はうまいからな、果物。アメリカはそんな美味しくないんですよね、果物。だけど、そうだな。とりあえずバナナは入ってないね。俺バナナ嫌いなんだよね。食べれるけど、好きじゃない。味がなんか気持ち悪いんだよね。匂いも。そうだなぁ。ナンバーワンからあげようかな。ナンバーワンスイカかな、やっぱり。俺もうスイカ大好きで、アメリカのスイカって種がないのと種があるやつ売ってんですよね。で、めちゃくちゃでかいやつで種がないスイカがあるんですよ。もうそれをサイコロ状に切って、もうバカ食いすんのが俺の一番好きなスイカの食べ方かな。もう塩振りまくって。超うまいっすね。だから種があるスイカとか俺もう食べれないんですよ。気持ち悪い。気持ち悪いっていうかなんか、体が耐えられない。スイカね。美味しいね、スイカ。2番目は、なんだろうな。ストロベリーかな。ちょっと女の子っぽいですねって言われそうだけど、ストロベリーうまいよね。コンデンスミルクがっつりつけて、食べる。
ストロベリーは最高だわ。お口にジュワーだもんな。美味しいね。3つ目なんだろうな。意外かもしれないけど俺ココナッツ好きなんですよね。あれ果物になるのかな。ハワイだと至るとこにココナッツなってましたから、ココナッツをそのなんかジュース飲んで中の実も食べるの大好きでしたね。あれ意外にうまいんですよ。でもね、まあスイカ、なんだっけなんつったっけ、ストロベリーつったっけ。あ、3つ目がまだ言ってないのか俺。あ、ココナッツか、言ったね、ココナッツココナッツつったね。でもね、人生生きてる中で俺はもうね、もう一度だけあれが食べたいっていうのがあって、でもこれ食べれないんですけど、食べたいんですけど、黄体っていう食べ物があるんですよ。でこれは何かっていうと、ポリネシア人ですね、トンガ人とかサモア人とか、まあ、いろんなあの人種がハワイに住んでるんですけど、彼らがその作るですね、黄体っていう飲み物があって、これがねめちゃくちゃうまいんですよ。でもそれ売ってるわけじゃないから食べれないんだよね。その人たちがなんかパーティーとかで作るんだけど、日本でも食べれないんだろうな。なんかね、甘いココナッツベースの汁みたいのに、そのスイカとかパイナップルとかココナッツをこうシュレッドした、すったものが入ってんすよ。キンキンに冷えてて、これがめちゃくちゃうまいんだけど、その人たちじゃないと作れないんだよね、それ。黄体ってググったら出てくんのかな、ネットに。あんのかな、ちょっと、すごい気になるね。これね、死ぬ前にもう一回飲み、食べたいんだよね。黄体とかあんのかな。あー、ないわ。ないわ。ハワイに住んでないと食べれないだろうね。いや、本当にうまいんだよ。レシピなんかないもん。だからもう知る人ぞ知る飲み物だと思いますね。いやー、ちょっとググって写真あったらツイートしますけど、食べてほしいわ。皆さんはちなみにどんな果物を食べてるのか、ちょっとツイートで、ツイートじゃないや、コメント欄で教えてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆さんもいい、1週間を過ごせればなぁと、アメリカから思っております。ということで、Peace out!